よく来た友よ。早速だが、その方の価値がいかなるものか品定めさせてもらうとしよう。お手やつ。頼もしいな、鹿の友よ。ではあの者の心を見定めてもらい。お任せください、義輝様。期待して構わない。これがあがきなどではない。これほどまでとは思っておりませなんだ。この人に勝てたどこも一人前の武将っすよね、そやった。こたびの相手は骨があるんだ。この調子で足りるがいい。我らが途中に。比類なき信念を持つ。面白い。おやつさん、この人かなりせっかちっすよ。そう燃えたいれ、友よ。その熱風が世をからなる高みへと吹き上げる。今以上に振る舞えよ。出なければ帝に越権はならぬぞ。危なくなったらおやさんだけでも逃げてくださいよ。どうした友よ、技が硬いぞ。余とし合うまでには鳴らして。あれ、将軍の座を降りたことすら道楽に過ぎないんだ。僕の推理が正しければこのままだととんでもないことになります。わかった。感謝しよう、鹿の友よ。ここには遠慮願いだ。姉上、またそのような傍若無人を。今の笹野の位置も頑張る。姉様に認められるように頑張る。これは見事、類まれなる技の使い手だな、とも。あまりはしゃぎすぎると子供っぽくてよ。世は本陣にてまとう。さあ来い。お前はよ、この父おじさん、憤り。これが本当の戦なのか。義輝様に認められる。将来は約束されたも当然。私をここまで追い詰めるとは、何の猛者ではないな。いつまで経っても子供なの。正義正義と口ばかり。姉さま恥ずかしいわ。位置は欲しいの。ごめんね、位置はあげられない。それなの。どうしてうちは役に立てないの。声が聞こえたの。こんな風にすれば勝てるって。長政様。長政様、ねえ聞こう。ここはみんなに任せておけば問題ないわ。これ以上位置に不安を与えるわけにはいかぬ。さて友よ、その方体育は健やかであるか。ご苦労様、また後で。ほら、体
体のこと？だったらわらわに任せなさい。たっぷり死なさだめして。策は先立って伝えた通り、存分にたぎれ、シーン。ジョイロ検定に挑むだけの資格あり、トーミを蹴り出せ。身がいささか流行りすぎだ。相手方の兵がすくんではつまらぬ。さようでございます。おめりかがれよ、誕生。拙者の手柄も残しておいてくだされ。松永様の望みにはまた一つ我らの望みに残る砦は四自身というわけか。面白い。おお、名刀三日月宗近がお得、反響で輝かしきからだよ。そうかしら。わらわの方は守護者に。やるな、とも。だが、その程度で満足するとは、鬼には勝てぬぞ。もう少しでわらわに戻る。なんて焦っちゃダメ。じっくりとせめて。来るな。俺たちは無くなる。生きた証を残したいのだ。この黒い粉はまさか。やめてくれ。そばで見ていたのなら、わらわの前には不審で見えてしまうかしら。いや、なかなかどうして面白いよ、君は。あの苦労殿は今日引くだけのことはあるか。あとは任せるわ。わらわちょっと喉が渇いたの。誰か？みんないなくなってしまったな。愚かで身勝手な主君と世を恨むがいい。拙者も負けてはおられませぬ。そう、私はさ完全。素晴らしき真偽体の持ち主だな、友よ。まさに時代を射るき、その方こそ天下創生にふさわしい。刑から賜るべきも。散らしてくれるな、友よ。その方の頼みとあらば、何であろうと授けるもの。熱い。これが命を閉すという感覚。さあ、勝負はここからだ。試合を続けよう、友よ。やるな。弱枠は世に変わり、時代を作れ。面白き時代を。火の音、死の音、いささか飽きたが、耳にしたいものだ。私を変えるほどの音色を。